大槌雲家とは、節足動物モンバサミカクアモンクモツナクモメの群の一つである。一般にはタランチュラの名称でよく知られている。大槌雲類は北アメリカ南西部から南アメリカ、熱帯アジア、地中海地方、熱帯アフリカ、ニューギニア島、オーストラリアなど、世界の温暖な地域に分布し、大型で全身に毛が生えていて、いかにも恐ろしそうな様子をしている。 南北アメリカの大グモは腹部に刺激毛を持ち、自己防衛のために、これを足で蹴って飛散させることがあり、目や皮膚につくと、かゆみのある炎症を起こす。かつて、鳥の巣を襲い鳥を食べるという記事が美しいイラストと、共に紹介され、鳥鳥モあるいは鳥食いグモの網苗が使われたが、実際には鳥を常食するわけではない。しかし体格が大きいため、 小型の脊椎動物は餌の範囲に入り、鳥の雛やカエル、小ネズミなどは好んで捕食する。オスは成熟すると比較的短命であり、メスに食われてしまうこともあるが、メスは飼育下で数十年生きる種類もある。サスペンス映画などで殺人に巨大な毒蜘蛛が使われたりしたことで知名度が世界的に広がった。しかし、それらは巨大で猛毒を持った。 危険な雲というイメージが強く、実際の生態とは異なる描写がされていることが多い。人をも殺す猛毒を持っているかのように描かれることが多いが、実際にはタランチュラの毒による死亡例は知られておらず、そのため血清等も存在しない。バナナに卵や小雲がついて誤って輸入されてしまうことが稀にあり、日本でも昭和期に何度か大騒ぎになった。 世界最大の雲がこのトガに含まれており、強力な刺激毛を持ち13センチメートルほどになる南米のルブロンオーツチグモが世界最大と言われる。その他ゴライアスピンクフットバードイーターやバーガンディゴライアスバードイーターなども候補として上がっている。近年タランチュラをペットとして使用する愛好家が増えている。主に爬虫類専門のペットショップなどで扱われる。 ことが多いペットとされる代表種は、チリアンコモンタランチュラや、メキシカンレッドニートランチュラなどで、いずれもおとなしく長寿で、美麗なため非常に人気がある。一部の大型種を除けば、長辺30センチメートル程度のプラケースで、修正飼育可能であるため飼育スペースをあまり、必要とせず、昆虫、マウスといった、ペットショップで、ジョージアンカで、売られている餌を食べ、 水分と温度さえ十分であれば長期間の絶食にも耐えるなど、飼育にあまり手はかからない。餌は必ずしも生きれでなくともよく、冷凍して販売されているマウスやラットの幼獣を解凍して与えることもできる。人気の高いブラキペルマ族など多くのタランチュラは、ペットトレードが原因と思われる乱獲により、現地個体数が激減し、 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約による商業取引の制限がされている。一時はそれが原因で価格が高騰したが近年は愛好家による繁殖個体がペット市場に流通することが多くなり落ち着きを取り戻しつつある。便宜上分類として生息地及び生活様式による4つのタイプに分類されている。 トリニダードシェブロン、ありがとうございます。